ホーミーズ。この度右頬を殴られました。あ、簡単にね、あのタイトルについてちょっと説明していただいていいですか。私、サムネイルにある通り、はい、目の手術をすることになりました。いってらっしゃい、ホーミーズ。そんな軽いのじゃない。手術室にいってらっしゃいじゃない。違います、違います。ああ、違うんだ。今回の手術の名前が、はい、ICL 手術というものです。集中治療室みたいな。ああ、あるね。あどんな手術なんですか。まあ、簡単に説明しますと、はい、目ん玉あるじゃないですか、はい、水晶体って多分授業で習ったと思う。あ、今図出てます。はい、あれ出てます。虹彩っていうのあるじゃないですか、はい、そこの間にレンズをぶち込むっていう手術。そのレンズはいいんですか。あ、この時間から絶食タイムでステーキ丼頼もうかな。おい、ちょっと待って。まあ、っていう手術をやるわけなんですけれども、はいはいはい、非常に怖いと。なので、ちょっと千葉新に直前までついてきてもらいたいな。はいはいはい。珍しいですね、こういう動画ね。ドキュメンタリーね。はい、もうメガネがないと、もう部屋の中でも生活できないような状況なんです。いや、でももう、ある意味ちょっとこのメガネがトレードマークになりつつある。絶対なってない。動画でかけてない。あ、そうなんだ。はい。はいはい、普段はね、コンタクトして撮影とかもしてるんですけれども、はいはい、結構乾燥もしちゃうし、もう僕はもうそれが鬱陶しい。それが嫌だったんですね。はい、視力 0.1 の目玉との思い出エピソードみたいなのありますか。今超エモい BGM に多分流れてる。ちょっと待ってくださいね、一回思い出します。で、まぁ、あ、今回その手術にかける費用を発表してください。総額約50万円でございます。安いと思ってこの世の中がゾンビの世界になった時に、はい、消耗品じゃないですか、コンタクトって、はい、メガネでも割れたらゾンビに捕まっちゃうし、あ、永久的に逃げるためにはもう視力っていうのは必須なんです。なるほどね。だから生き残るために俺は ICL を受けます。話壮大だなぁ。はい、でも今流行ってますからね、今私たちの学校は。レーシ、あ、そうなんですか。やばい、どうしよう。あ、もう行くんだよ、この後。そうですよ。よくあるじゃん、なんか手術前の子供にさ、野球選手を連れてきて、僕はこの試合でホームランを打ったら、君も手術に行くんだよ、みたいな。ああ、え、もしかして、連れてきてくれたんすか。いいですか、ちょっと、実は。え、マジですか。のために。どうぞー。今回手術行かれるということで、はいはい、まあ、いつも通りやらせてもらっていいですか。はい、でこの動画に行く前に僕たちはですね、チャンネル登録者数100万人を目指して動画投稿を行っております。応援してくれるよって方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは目ん玉の手術の世界へ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あなたは行ってきます。行ってきます。はい、ホーミーズ。はい、ということでですね、病院の前に来ましたが、はい、どうですか今の心境は。ワクワクと緊張が混ざってる気持ち悪い状態です。もう数時間後にはそのメガネともおさらばです。いや、そうですよ。でもこっからはもうあと俺一人だからね。そうです。じゃあちょっと行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。今ルカから手術が終わったっていう連絡が来たので迎えに来ました。もうそろそろ降りてくると思います。あ、来た来た来た、おかえり、怖かったよ。そのケリーとみたいな眼鏡かけてるかっけーっしょ。すごい今視界がね、もやがかかってます。あー、じゃあガウスかけなきゃ練習で、はい、スタジオにお戻しします。ホーミーズ、おかえりなさーい。あ、ただいま。このパターンもあるんです、はい。いやー、生きて帰ってこれたー。
ちょっとどんな感じだったの手術は。なんかね、上に顕微鏡みたいなそっからめっちゃ眩しい光がさしててで、ガーン開かれてやば3つのライトの中心あたりから目線ずらさないようにしてくださいねって言われて、むず怖い怖い怖いみたいな、むず切ってる最中にずらしたら終わりよ。まず目を切るっていうのは俺も聞いてるだけでどうだったんですよ。手術時間はマジで15分くらいね。はい、多分一番みんなが気になるのが多分痛みだと思うんですよ。はい、ちょっと鈍痛、まあでもそれぐらいで済んだ。そうです、ね、まあということでね、やりたい方はぜひやってみてください、はい、今日はゆっくり寝たいと思います。はい、この動画編集するのもあなたも、はい、そうですね、お疲れ様でしたという方はチャンネル登録高評価と、あと経過観察も見たいよっていう人は Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。 TikTok でも経過TikTok は出ないかな。 Day 1ドゥルルル、デイ2、ドゥルル、全然変わりないから見た目の変化一切なし。それではまた次回の手術でお会いしましょう。バイバイ。